エアバス A300、エアバス A300 から600、エアバス A300 から600、イラン航空の A300 から600、R エアバス A300 から600は、エアバスインダストリーが開発、製造した双発ジェット旅客機である。A300 から600は、双発ワイドボディ機であるエアバス A300 の発展型として開発され、収容力や、航続力が強化されたほか、 アビオニクス等に開発当時の最新技術が導入された。構成品の一部はエアバス A310 と共通化され、操縦資格も A310 と共通となった。A300 から600は低翼配置の主翼化に左右一発ずつターボファンエンジンを装備し、尾翼は低翼配置、後着装置は前輪配置である。 全長は54.08メートル、全幅は44.85メートル、最大離陸重量は153トンから171.7トン、標準座席数は2クラス制で226席で、最大巡航速度は、マッハ0.82である。A300 から600シリーズには、ベース機の A300 から600の他航続距離、延長型の A300 から 600R が開発された。 ほか、貨物専用型の A300 から600回、マイナス 600RF、そして大型貨物輸送用の A300 から600、ST も開発、生産された。A300 から600は、1984年4月に、サウジアラビア航空によって初就航した。A300 から600シリーズ全体の生産数は317機で、2007年7月に、 フェデックスに納入された機体を最後に生産を終了した。2015年11月現在、A300 から600シリーズでの機体損失事故は11件、死者を伴う事件、事故は5件報告されており、合わせて736人が亡くなっている。以下、本校では、ジェット旅客機については社名を省略して A 数字のみで表記する。例えば、 エアバス A300 であれば、A300、ボーイング747であれば、747、ダグラス DC-10 は DC-10, ロッキード L-1011 は L-1011 とする。また、A300 から600より前に開発された A300 シリーズを、A300 第1世代、A300 から600以降をまとめて、A300 から600シリーズと呼ぶ。 ボーイング707とダグラス DC-8 の相次ぐ就航により本格的なジェット旅客機の時代が到来し1960年代の中盤には旅客機の大型化が望まれるようになった空港に行けばいつでも飛行機に乗れる時代が到来すると予想されバスのように気軽に乗れる飛行機としてエアバスという言葉が生まれた当時 欧州の航空機メーカーは単独でエアバスを事業化できる資金力がなかったことから欧州各国ではエアバスの国際共同開発が模索された途中牽引役だったイギリス政府が計画から脱退するなど右予曲折があったがフランスとドイツ両政府が計画の中心となり1969年5月29日に正式開発の調印式が行われた エアバスインダストリーの初製品となった A300 バイト機体案は A300 バイトと名付けられ座席数が250席程度でターボファンエンジンを備えた双発のワイドボディ機にまとまった事業を取りまとめるため企業連合エアバスインダストリーが設立されたエアバスインダストリーへの出資は フランスのアイロスパシアルと西ドイツのドイツエアバスが50%ずつ分担し、後にスペインのカーサが加わった。この他、イギリスのホーカーシドレーとオランダのホッカーが協力会社として開発や生産を分担した。アイロスパシアルとドイツエアバスが機体全体の取りまとめを行い、ホーカーシドレーが主翼の設計を担当した。 A300 バイトは1972年10月に初飛行し、1974年5月にエールフランスにより初就航した。当初、A300 バイトの受注は低迷したが、参加国政府と銀行団の強力な支援の下、米国のイースタン航空などへの売り込みに成功し、1977年後半から好転した。事業存続の見通しが立った。 エアバスインダストリーは、市場調査により、座席数200席強の旅客機需要が高まると予測し、次期製品として A300 の胴体短縮型の開発を決断した。この派生型は、A310 と名付けられ1978年7月7日に、正式開発が決定し、同月13日に、フランスドイツ両政府からの事業認可を得た。 A300 の販売工程と A310 の開発決定という将来性が見えてくると計画を離脱していたイギリス政府が方針を変えた。1977年4月29日、イギリスは放ーーシ指導ーを含む航空機メーカー4社を統合して国有企業のブリティッシュエアロスペースを設立した。 そして1978年11月、イギリス政府のエアバス計画への加盟が決定した。スイス航空の A310 から200。同社は、ルフトハンザ航空と共に A310 の最初の発注者となった。A310 は A300 バイトの位置形式である A300 バイトにから、胴体とビブが短縮され、それに合わせて、主翼と水平尾翼も、 再設計された。さらに、同時期に、ボーイングが、全くの新機開発で、総発ワイドボディ機、7X7 を研究していたことから、それに対抗するため、エアバスインダストリーは、A310 にできるだけ新技術を盛り込んだ。当時、デジタル通信、制御技術が急速に進歩していたこと、また、航空会社が直接運航費の低減を求めていた、ことから、 A300 のアナログ式システムを全面的にデジタル式システムに設計変更し自動化技術やフライバイワイヤ技術も導入したいわゆるグラスコックピット化された A310 は標準仕様で操縦士2人で運行可能なワイドボディ機となった加えて炭素繊維強化プラスチックなどの複合材料の使用範囲も拡大された A310 は A300 と 同じ、組み立てラインで生産され、製造番号も A300 と共通の投資番号が裁判された。通算162号機が A310 の初号機となって1982年4月に初飛行した。A310 は1983年3月に形式証明を取得して、 同年4月に、ルフトハンザ航空により初就航した。エアバスインバストリーは、A310 だけでなく、A300 への新技術投入も早くから考えていた。新しい A300 では、A310 との競合を避けるため座席数を少し増やしつつ、A310 と同じ二人乗務のコックピットを導入して、A300 と、 A310 の運行の共通性を高めることになった。この次世代型 A300 の機体構造は A300 バイト4をベースに開発され、正式な形式名は A300 バイト4から600と名付けられたが、一般的に A300 から600と呼ばれるようになった。最初の発注者となったサウジアラビア航空から11機の受注を得て、 1980年12月6日、A300 から600の開発が正式に決定された。正面から見た日本航空の A300 から600、R クウェート航空の A300 から 600R の右側面、A300 から600の開発目的は、A300 の航続距離とペイロードを増やすことであった。A300 バイト4の機体構造をベースとして、 胴体を延長しつつ軽量化を図ったほか、空力特性の改善と、空気抵抗の抑制対策が取られた。2>, 2人乗務のコックピットは、A300 第1世代の頃から研究されていた。A300 第1世代の通常使用では、航空機関士が操作する、機器類は主にコックピット内の右辺側にあるが、エンジン指導後は、航空機関士が、 前方向きに座って飛行できる、要操作パネルが配置されていた。エアバスインバストリーは、この考えを一段と進めて、航空機関士を必要とせず操縦士2名だけでの運行も可能な FFCC と呼ばれるコックピットを開発、実用化していた。また、1980年代前半に A300 の垂直安定版の前面や、主脚扉などを、 CFRP 製とした試作品の開発や実証試験も行われていた。A300 第1世代や A310 の研究、開発で蓄積された技術が A300 から600に導入された。A300 から600の開発では A300 第1世代より、航続力と搭載力を強化すること、そして可能な限り A310 との共通性を持たせて、 開発、生産コストや航空会社の運用コストを抑えることが目標とされた。胴体は A300 バイト4の後部胴体を平行部分を3フレーム延長する一方で2フレーム短縮された A310 のビブを流用することで胴体延長による重心、尾翼間距離の変化を抑えつつ座席で1列から2列分 貨物室で l d 三航空貨物コンテナ一列分の収容力が強化された。ビブ全体が a 三百十と共通化されたため、水平尾翼も a 三百十と同じ小型のものに変更された。主翼も a 三百第一世代のものに改良が加えられた。外翼部の低速度用エルロンが廃止され、横操縦は翼の中ほどにある全速度エルロンと、 スポイラーによって行う方式となった。フラップも A300 第1世代のタブ付きダブル、スロット型ファウラーフラップという特殊な方式から、シングルスロット型ファウラーフラップへと、簡素化された。このフラップの後円断面は髪型への反りが大きくなり、空力特性が A310 の主翼に近づけられた。これにより、 失速特性が改善され、A300 第1世代の主翼に備わっていたスラットのフェンスが不要になり除去された。フライバイワイヤー等の採用でコックピットは A310 とほぼ共通化され、二人乗務での運行が標準となった。他、操縦士の操縦資格も A310 と A300 から600とで共通化された。前述の主翼の改良。 小型水平尾翼の採用、そしてフライバイワイヤの導入のほか、複合材料の使用拡大、小型軽量の補助動力装置の採用、カーボンブレーキの採用、客室装備等の軽量化により、全体で2トンの軽量化を実現した。A300 から600のエンジンは、ゼネラルエレクトリック製の CF6 シリーズと、プラットホイットニー製の JTQD シリーズで、あるが、 燃料消費率や水力が向上した改良型に変更された。A300 から600の生産は A300 第1世代から引き続き国際分業体制によって行われ、各国の分担は A310 と同様であった。最終組み立てもこれまでのエアバス機動用フランスのトゥールーズで行われた。A300 から600の製造番号は A300 第1世代及び A310 を含めた投資番号が裁判された。製造番号252号機が A300 から600の初号機となり、1983年7月9日に初飛行した。形式証明のための飛行試験には3機が用いられ、飛行回数は延べ232回、飛行時間は計506時間の試験が行われた。 1984年3月9日、西ドイツとフランスの航空当局から、形式証明が交付され、同月25日に、サウジアラビア航空に対して発納入された。サウジアラビア航空のエアバス A300 バイト4から6201984年4月、サウジアラビア航空が、A300 から600を、路線就航させ、その年の10月までに、 同航空は11機を受領した。生産が始まってからも、機体の改良が続けられ、翼端渦を抑えて、溶光比を向上させるため、主翼の翼端にウィングチップフェンスと名付けられた矢尻状の板が追加された。ウィングチップフェンスを備えた、世界初の商業機となったのが、大国際航空の A300 から600で、1985年10月5日に運航開始した。 大国際航空は A300 から600をバンコク大阪線に投入し、その後バンコクと東京、そしてサウジアラビアのダーランを結ぶ路線に展開していった。1980年代前半まで、双発機の飛行は安全上の理由から60分以内に着陸可能な飛行場があるルートに限られており、大陸間路線などの長距離路線には3発機や4、 発揮が用いられていた。しかし、エンジンの信頼性や性能の向上に伴い、1980年代に入ると、双発機の飛行経路に関する制限を緩和する検討が本格化した。規制当局や機体メーカー、航空会社らによって双発機の長距離運航を認める要件がまとめられ、1985年に、 イタップスと呼ばれる規格が策定された。A300 から600のイタップス認証取得が進められ、まず1986年10月22日 GE 製 CF6 エンジン使用において90分まで認められ、翌年4月10日には P&W 製 JT9D エンジン使用が120分まで認められた。航空会社から航続力強化を求められることを、 予想したエアバスは A310 と同様に A300 から600でも航続距離延長型の開発を視野に入れていた。この派生型は正式な形式名が A300 バイト4から 600R となり A300 から 600R と呼ばれた。 A310 の長距離型である A310 から300と同様に A300 から 600R でも水平尾翼内にも燃料タンクを設けて燃料搭載量を増やし尾翼と主翼の燃料タンク間で燃料を移送して機体の重心位置を制御するシステムも搭載されたまたこれによる重量増に対応して機体構造の一部が強化されたほか構造や 素材の一部変更とシステムが改良などが加えられ 1260kg の軽量化も図られた。後方から見た A300 から 600R。ルフトハンザ航空運航当時の機体。A300 から 600R の初号機は通算420号機の GE 製の CF6 エンジン使用で1987年12月9日に初飛行した。 1988年3月10日に形式証明が交付され、同年4月20日にアメリカン航空に初引き渡しが行われた。1988年5月10日、アメリカン航空は米国本土とカリブ海地方を結ぶ路線で A300 から 600R を初就航させた。この路線就航の初便では、 燃料タンクの警告が出たため、途中でダイバーとするトラブルがあったが、乗客は代替便に振り替えられ、機体は現地で修理された後通常運行に復帰した。P&W 製 JT9D エンジン仕様は1988年9月20日に初飛行し、同年11月29日に大韓航空に初納入された。エアバスは A310 と、 A300 から600に続く製品開発も進め、同社発の単一通路機である A320 を開発した。A320 での飛行制御システムは A300 から600から1段と進化し、完全なグラスコックピットとなり操縦装置も従来の操縦桿に変えて、サイドスティックが採用された。A320 は1987年2月に、 初飛行して1988年2月に形式証明を取得し、1988年3月に航空会社への引き渡しが始まった。さらにワイドボディ機の分野でも、エアバスは A300 より大型で超高速距離の旅客機市場へ進出を図り、大型双発機の A330 と4発機の A340 を同時並行的に開発した。 A340 は1993年2月、A330 は1994年1月に、それぞれ路線就航を開始した。A330 と A340 の胴体断面は A300 と同じものであったが、主翼は新設計となったほか、コックピットやシステムは A320 とほぼ共通化された。 A320 以降のエアバス製旅客機では操縦システムの共通化により相互上位に資格制度が認められ対象機種の操縦資格を持つ操縦士は短期間の転換訓練で別機種の操縦資格を取得できるようになった A300 から 600ST ベルーガエアバスは A320 以降の機種でも参加各国で パーツやコンポーネントの生産を分担する体制を続けていた。これまで参加各国で生産されたコンポーネントの輸送にはスーパーグッピー輸送機が用いられてきたが、同期が旧式化したことに加え、エアバスの事業が急成長したことで、これに対応するために新しい輸送機が必要になった。そこでエアバスは A300 から 600R をベースとした。 新型輸送機 A300 から 600ST を開発することを1991年8月に正式決定した。A300 から 600ST は主翼やエンジンなどを A300 から 600R と同じくし大型貨物を収容できる用動体上半分が極めて太いものとなった。A300 から 600ST は1994年9月13日に 初飛行し、1995年10月25日に引き渡しが始まった。A300 から 600ST は2001年までの間に5機生産され、前期がエアバス市会社のエアバストランスポートインターナショナルで運行され、これによりエアバス機の生産に従事していた。スーパーグッピーは前期退役した。A300 から600登場後の引き渡し数は、 1980年代末から1990年代前半までは、おおむね毎年20機調であったが、A340 と A330 の納入が始まり1990年代半ばになると、売れ行きが鈍り、毎年10基程度の生産となった。CCQ の対象外であった A300 と A310 は、A320 から始まったヤバス機のファミリー化の、 流れから取り残される形になった。2006年3月8日、エアバスは A300 と A310 の生産を2007年7月で終了すると発表し、以降は受注済み機体の生産を終え次第、製造ラインを閉じることとなった。最終生産機は、製造番号878号機の A300 から 600R 貨物型であり、 2007年4月18日に初飛行し、同年7月17日にフェデックスに引き渡された。A300 から 600ST を含めた A300 から600シリーズの生産数を呼び、納入数は317機であった。各形式の内訳は、A300 バイト4から600が35機、A300C4 から600が4機。 A300B4 から 600R が167機、A300C4 から 600RC が2機、A300 回4から 600R が104機で、A300 から 600ST が5機であった。左上側から見下ろした A300 から600、RA300 から600の機体構造は、第1世代の A300B4 をベースに設計された。 A300 から600は、後退翼の主翼を低翼に配置した、単容器であり、左右の主翼下に、交バイパス比のターボファンエンジンを一機ずつ備える。尾翼配置は、通常型で、水平尾翼と垂直尾翼は、胴体尾部に直接取り付けられている。後着装置は、前輪式配置で、機種部に二輪式の前足、左右の主翼の付け根に各四輪式の主脚がある。 A300 から600シリーズの胴体数運法は、A300 から 600ST を除き共通で、直径5.64メートルの深円形断面を持ち、全長は54.08メートル、全高は16.53がメートルである。背面から見た A300 から600。A300 から600の主翼は、テーパーが付いた後退翼で、 生産の途中から翌端にウィングチップフェンスと、名付けられた矢尻状の板が追加されている。ウィングチップフェンスを備えた場合の翼幅は44.85メートルで、主翼面積が260平方メートルである。主翼の構造は、A300 第一世代のものを基本的に引き継ぎ、エルロン、スポイラー、そして高揚力装置として前縁に、スラットとクルーガーフラップ。 公園にはフラップを備えるが、動力が簡素化されて、翼型が改良されている。A300 から600のエルロンは、翼の中ほどにある、全速度エルロンのみで、横操縦はこのエルロンと、スポイラーによって行う。フラップは、シングルスロット型ファウラーフラップであり、最大展開角は32.5度である。また、 このフラップの後円断面は髪型への反りが大きくなり、空力特性が A310 の主翼に近づけられている。また、生産の途中から主翼端にウィングチップフェンスと名付けられた矢尻状の板が追加されている。これらの改善により、第一世代と比べて最大上げ交比は8.3%向上した。左右の主翼及び、中央翼内に、 燃料タンクが設けられている。尾翼を含む尾部は A310 と共通である。垂直尾翼は垂直安定板と方向打で構成され、高さが8.3メートルである。水平尾翼は水平安定板と昇降打で構成され、翼幅が16.26メートルである。航続距離延長型の A300 から 600R では、水平安定板の内部には、 燃料タンクが設けられ、主力タンクとの間で燃料を移動させ、機体の重心位置を制御するシステムが搭載されている。このシステムは A310 で実用化されたものと同様のもので、機体姿勢を維持する際に発生するトリム効力を抑制することができる。A300 から600で使用されている複合材料は CFRP と GFRP のほか アラミド繊維強化複合プラスチックがある。CFRP の使用部位は、垂直安定版の一時構造部材のほか、方向だや昇降だ、膠着装置の格納扉などである。GFRP と AFP の使用部位はいずれも二次構造部材で、GFRP が垂直安定版の前縁と、後縁、水平安定版の翼端部、AFP が、機種のレドーム。 主翼のトラックフェアリングやパイロンカバーの一部などである。その他、主翼のアクセスパネルなどには、チタン合金が用いられている。A300 から 600R の操縦席。中央パネルのイカムモニター、右側の操縦席 A300 から600シリーズの運行に必要な操縦士は、機長・副操縦士の二人である。A300 から600のコックピットは、 A310 と共通化されており、操縦資格も共通化された。このコックピットは人間工学的研究に基づいた設計で、機能性や居住性の向上が図られた。このコックピットの設計は自動車メーカーのポルシェが手掛けたことから、ポルシェコックピットとも呼ばれた。ブラウン管ディスプレイに各種情報を表示する、いわゆるグラスコックピットだが、エンジン関連で、 機械式計器も残された。ディスプレイは左右の操縦席に各2面、中央に電子式集中化航空機モニターが2面の計6面配置されている。操縦士2人での運航を実現するため、従来航空機関士が担当していた計器類は整理統合の上で、正面のディスプレイやオーバーヘッドパネルに集められた。エンジン、油圧、電源、 余圧や空調、燃料、ドア、車輪系統のほか巡航時に必要なシステムの契機、警報類は整理され、イカムモニターに表示される。画面上のページを切り替えることで必要な情報を得ることができ、通常運行時には、地上、飛行中のそれぞれに対応した情報が自動的に表示されるほか、故障発生時には、故障状況や、 回復操作が表示される。A300 から600シリーズは飛行管理システムと完成計測装置を主要構成要素とする自動飛行制御システムを備える。完成計測装置はレーザージャイロを使用し GPS による補正機能を備える仕様もある。また UPS エアラインでは既存の52機に対し新しい飛行管理。 システム、ハネオエル r v r 4 0 0 0気象レーダーシステム、LCD ディスプレイ、統合スタンバイケーキ、航空無線データ通信、セントラルメンテナンスシステムと、近代的な強化型対地接近警報装置の統合システムへの置き換えなどを行うアップグレードを行う。このアップグレードは、A300 だけでなく、A310 にも適用できる。二千二十年に認定され、 同年半ばから後半かけて引き渡し予定となっている。ルフトハンザ航空運航当時の A300 から600、客室内。上からエコノミークラス、上級クラス A300 の胴体は、中央付近の床面を境として上層に、客室、下層に、貨物室が配置されている。A300 の客室は、最大幅が5.29メートル。 最大高が2.33がメートルである。客室内には通路が2本配置され、標準的な座席配置は上級クラスでは2から2から2の6アブレストであり、エコノミークラスでは2から4から2の8アブレストで、座席間隔を詰めれば3から3から3の9アブレストも可能である。エアバスによる標準座席数は2クラス編成で247席。 エコノミーのモノクラス編成では285席から345席であり、非常口により決まる上限座席数は361席である。客室の扉配置は左右対称で、乗降用ドアは客室最前部、最後部、主翼の前方部に各一組あり、加えて主翼後方に非常口が一組配置されている。 A300 から 600R のシート配置レーザー席の頭上には手荷物を収納するためのオーバーヘッド瓶が配置されている。オーバーヘッド瓶は固定棚式で扉は上に開く。扉の下部には手すりとなる溝があり立って移動する人がつかめるようになっている。オーバーヘッド瓶内には収納式の CRT ディスプレイを搭載できるオプションもあり、 乗客に映像などを提供できた。内装の仕様は基本的に A310 と共通である。床下貨物室は3室に分けられており、主翼を挟んで前方貨物室と後方貨物室があり、その後ろにバルク貨物室がある。床下貨物室のドアは右舷にあり、前方後方貨物室には外開き式扉が各1箇所、バルク貨物室には 内開き式扉が一箇所ある。前方、後方貨物室は LD-3 航空貨物コンテナを左右に並べて搭載できる幅を持っており、最大収容数は前方が12個、後方が10個である。コンテナやパレットの積み下ろしを行うため、前方、後方貨物室には貨物積載装置を備えている。純貨物型では床下に加えて、 メインデッキにも貨物が搭載できるよう、メインデッキの左舷前方に、幅3.58メートル、高さ2.59メートルの貨物扉が、設置されている。コックピットの直後には関係者用の座席4席と、化粧室が設けられており、その後ろには、貨物が、前方に飛び出すのを防ぐバリアーネットが張られる。本節では、A300 から600及びその発生計を扱う。 A300 の第一世代については、A300 シリーズ構成を参照のこと。また、A300 から 600R をベースに開発された A300 から 600ST については、ベルーガを参照のこと。A300 の形式名は装備するエンジンによって、細分化されている。GE 製の CF6 エンジン及び P&。 W 製の JT9D エンジンと PW4000 エンジンを装備する機体が生産された。A300 第1世代での受注がなかった、ロールスロイス製エンジンを装備する仕様は提示されなかった。正式な形式名は A300 バイト4から600で、A300 から600は通称である。エンジンは P&W 製、JT9D エンジンと GE 製。 CF6 エンジンが採用された。最大離陸重量は165トンであり、乗客を276人収容した場合の、航続距離は、JT9D エンジン仕様が 6575km、CF6 エンジン仕様が 6945km である。A300 から600の初号機は、 A300A310 の通算252号機で JT9D エンジンに使用であった。1983年7月8日に初飛行し、1984年3月9日に形式証明を取得した。A300 から600の初引き渡しは同年3月25日にサウジアラビア航空に行われ、同社は翌月に 路線就航を開始した。CF6 エンジン使用は1985年3月26日に、形式証明が交付された。A300 から 600R が開発されると、生産は A300 から 600R へ完全に移行した。A300 から 600R は、A300 から600の航続距離延長型で、正式な形式名は、A300 バイト4から 600R である。 エンジンは GE 製の CF6 エンジンと P&W 製の PW4000 エンジンが採用された。A300 から 600R では水平尾翼内も燃料タンクとして燃料搭載量を増やすとともに尾翼と主翼の燃料タンク間で燃料を移送して機体の重心位置を制御するシステムが搭載された。このシステムは A310 の長距離型 A310 から300と同じもので機体の姿勢を一定に保つのに必要なトリム抵抗を最小限に抑えられ運行経済性の向上が図られた A300 から600に対して主力構造の強化や部材変更による軽量化も実施された A300 から 600R の初号機は通算420号機で CF6 エンジン装備型であった。1987年12月9日に初飛行し、1988年3月10日に形式証明が交付され、同年4月20日にアメリカン航空に初納入された。PW4000 エンジン装備型は1988年11月25日に形式証明を取得し、同月大韓航空に 初引き渡しされた。A300 から 600R をベースにした貨物専用型が A300 から600回であり、正式な形式名は A300 回4から 600R である。A300 から600回は1991年に米国の宅配業者フェデックスから受注して開発が始まった。1994年4月19日に、 欧州での形式証明、同月27日に、米国 FAA からも、形式証明を取得して、引き渡しが始まった。A300 から600回は、A300 から 600R の機体を基本として、貨物機としての設備を有する。メインデッキにも貨物が搭載できるよう、メインデッキの左舷前方に、幅3.58メートル、高さ2.59メートルの貨物扉が、 設置されている。コックピットの直後には関係者用の座席音席と化粧室が設けられており、その後ろには貨物が前方に飛び出すのを防ぐバリアーネットが張られる。メインデッキは床面が強化され、煙探知装置などが追加されている。A300 から600階を基本に貨物扉と貨物取扱いシステムを小型のパレットから大型コンテナまで あらゆる寸法に対応させたタイプもあり、ゼネラルフレーターと呼ばれる。ゼネラルフレーターは2003年1月にエア香港の発注により生産が決定し、2004年10月1日に最初の引き渡しが行われた。A300 から600回と同様の仕様で、旅客型と貨物型との相互転換を可能にしたタイプが、A300 から600コンバーチブルである。 A300 から 600C ではメインデッキを可客混載仕様にもでき、その場合客席を83席として貨物部に96インチ125インチパレットの場合9枚収納することが可能である。新造機として生産された純貨物型及びコンバーチブル型は A300 から600回が104機、A300 から 600C が6機である。これに加えて 旅客型の A300 から600や A300 から 600R からの改造された貨物型もある。大韓航空の A300 から 600R が中期している様子。左前方ドアにボーディングブリッジが接続されている A300 から600シリーズの引き渡し総数は312機であった。A300 から600シリーズの運行機数が最も多かったのは2000年代中盤で。 約290機をピークにその後は引退が進んでいる。A300 から600シリーズを新造機で最も多く導入したのは UPS 航空で53機、ついで FedEx が42機導入しており、貨物航空会社が上位を占めた。新造機を10機以上導入した旅客航空会社は導入数の多い順にアメリカン航空、大韓航空、日本エアシステム、 大国際航空、ルフトハンザ航空、サウディア、チャイナエアライン、中国東方航空、ガルーダインドネシア航空であった。日本では、日本エアシステムが A300 から 600R を22機、佐川急便グループのギャラクシーエアラインズが A300 から 600R の貨物型を2機運用した。日本エアシステムは1991年4月に最初の機体を受領し、 羽田と北海道、東北、九州を結ぶ路線へ投入した。同社が日本航空と経営統合した後も A300 から 600R は引き継がれた。しかし、2008年のリーマンショック後に経営難に陥った日本航空は機種の整理を行い、A300 から 600R は2011年5月末をもって全機体役した。 ギャラクシーエアラインズは2005年5月に佐川急便が設立した貨物専門航空会社で2006年10月から羽田と北九州や那覇を結ぶ路線で A300 から 600R の運航を開始した。しかし計画より大幅な赤字となったことで同社は2008年8月に事業停止と生産を決定し同年10月に全路線を廃止した。 2015年11月現在、A300 から600シリーズの機体損失事故は11件報告されている。A300 から600シリーズでの死亡事故は4件、ハイジャックは1件で合わせて736人が亡くなっている。1984年12月4日に発生したハイジャックが A300 から600運行中における最初の死亡事件となった。 ドバイ発から地域のクエート航空の A300C4 から620がハイジャックされて、テヘランのメヘラーバード国際空港へ着陸した。乗客乗員161人が人質となり153人が解放されたが、乗客2名が犯人グループに殺された。その後犯人はイランの治安部隊に制圧されて事件は収束した。A300 から600で、 最初の死亡事故は、1994年4月26日に、名古屋空港で発生した中華航空140便、墜落事故である。台湾の中西国際空港から飛来した A300 から 622R が、着陸体制に入ったところで副操縦士が意図せず、自動操縦装置のモードを切り替えてしまい、その後操縦士の操作と、自動操縦装置の操作が、 相反し続けた結果、失速してビブから墜落し炎上した。この事故で、乗客乗員271人のうち264人が死亡した。また、1998年2月16日には、同じチャイナエアラインの同系機による、チャイナエアライン676便墜落事故が発生した。小雨と霧で、視界不良の中西国際空港へ侵入中だった。 A300 から 622R が着陸また行を行おうとした直後、大きな機種上げ姿勢となって制御を失い住宅地に墜落炎上した。この事故で乗客乗員196人全員と地上にいた住民ら7人が死亡した。A300 から600シリーズで死亡者数が最大の事故は2001年11月12日に 発生したアメリカン航空587便、墜落事故である。事故機は、ジョン F ケネディ国際空港を離陸直後、先行機の後方乱気流に遭遇した。その際、副操縦士が本来必要ない方向だの操作を、過剰に行ったことで垂直尾翼が脱落し、制御を失った、当該機は、住宅街に墜落した。この事故により、 乗客乗員260人全員が死亡したほか、地上で巻き込まれた5人が死亡した。本節では、A300 から600及びその派生型の主要所言を示す。A300 から 600ST の所言は、エアバスベルーが主要所言を参照のこと。ありがとうございます。